クソ平田だな。畜生。勝負に違うな。勝負に勝って試合に負けたのかな。そういう表現でいいのか分かんないけど。まあいいや。とりあえず吉村を殺した。次、平田だ。お前だ。なあ、ケツに火ついてるのかついてるのか分かんないけどよ。今日ぐらいの覚悟でこれ。じゃあねえと、もっと解決しようかな。もう一回言って。吉村選手と上野選手がやっぱ結構目立って、こうガーって言葉だったりリング上でも言ってくるんですけど、ね、タッグはもちろん取っていただきたくて、そっちに狙い定めるのもすごい大事なんですけど、6人タッグってこの大事なベルトを守るには結構平田選手っていうのは結構本当に気をつけなくちゃいけない存在だなって今日見て感じたので、タッグは2人に集中していただいて、私は平田さんを攻めて、はい、注意して潰した方がいいのかなと。あのカメレオンやろうよ、お前しれっと、お前を OF にしようと思ったらバッチリやりやがって、お前何が伸びたかじゃねえかって、ふざけんなこの野郎。お前一生伸びただよこの野郎。そのままお前死ぬまで伸びたさせようかな。以上だ。いやめちゃめちゃ痛え。いやでもね、このユニバース見てる人ね、誰も僕が勝つなんて思わなかったでしょ。あの最後の PK 食らって、いつも通りあいつ負けたよと思ったでしょ。いいですか、リング上で倒れてたのは私ですけどね、勝ったのはね私なんですよ。吉村君、ありがとうございました。大丈夫？ありがとうございました。すいません、なんか最後負けちゃってます。負けちゃってね。うん。いや、勝ったんだよ。勝った。いや、神右2回食らってたから、まあ、しょうがないって、しょうがないけど、勝ったんだよ。俺、意地見せましたよ。え？お、まだふわふわしてやがる。まあね、そうなんだよ。味方でもね、絶対負けたと思って。ただね、この KOD 6人タッグね、決まってね、やっぱノーチラス、KOD タッグ持っててね、まあ、6人タッグ持ってね、2冠に抱えてもらいたいし、この3人でね、何か僕は残したいとね、なんか強く思ってしまったんでね、沢口さんね、めちゃくちゃクソほど怖いけども、この3人ね、KOD 6人タッグ取りたいと思うんで、よろしくお願いします。何か吉村、喋るかな。やってやるよ。やってやるよ。以上。はい、すみません、ありがとうございました。いや、こちらこそ。いや、もうね、すごいバッチリ勝利。バッチリ勝利できました。翔太からだけど、でもほら、はい、いや、すごいね。いい感じに挑発したね。いやそんなことない、全然スプラッシュで終わるかと思って、ゆっくり総菜ったらさ、はい、肩上げるからどうしようはい、もう原島さんの走馬灯が決まったの見えたんで、もうむしろその場でホールシも勝てたんですけど、やっぱり、はい、クリスちゃん、はい、僕の腕も首も体も全部元気です。でもちょっとさんは辛い気持ちじゃないでしょうか。原島さんも見てください、元気満々です。全然クリスチャン元気満々だよ。はい、あなたがウィークって言ったチーム今日ピンピンしてますが、クリスチャン元気ですか。また大田区で会いましょう。ありがとうございました、ありがとうございました。おい、クリス・ブルックス、better than 上野、 right? Masa, what happened?No, I'm not Masa. Masa, what happened? I'm not Masa. I thought I expected better from you, Masa. I expected that you would win today. It should come back much. Come back much. No. 1 year injury. Look at me. Look What's at with me. Your new costume? Relax. Look at me. New costume, Nandi. I'm Shota. What can I? But today, tonight, I watch your match. You. Really, really better. Ueno, nothing. Ueno's a dickhead.でけっ Translate. ああ、上野はもうクソだ、ダメだ、無能だと。この野郎。Why? Use my move. Huh? He used my move. Why? I don't know. Funny. Big joke. ああ、上野。俺の技をパクって何がやりたいんだ。面白いのか。おい、ジョークのつもりか、上野。え、で？オタク、no problem. オタク、おい、何の問題もねえよ、おい。
Huh? Ueno likes to make jokes. Ah. And that'll be the problem for him at Otaku. Ah. Everything too funny for Ueno, not serious. Ueno, ah, あいつなんてな、問題ないんだよ。Otaku は楽勝だ。Ah, Otaku まで。Ah, 何の問題もない。Just a joke. あいつはただのジョークに過ぎないんだよ。Ah. I'll get him back. I'll get him back before Otaku. Duck? Come, I get pay back. Before Otaku. Ah, yeah. Otaku の前にな、今日の借りは返してやるって言ってるぞ。そういうことだ。Ah, help.I can't walk. Please. Hey! Help! Chris! ちょっと! Ah! Shit! Ah! 以上ノーコメントだ、おい。よし。よしよし。Okay. よしよし。リーダー。はい。よく頑張った。はい。40歳。はい。よく頑張った。これが、純烈の底力じゃい。リーダー、はい、リーダーの底力だな。はい、ありがとうございます。Okay. よく頑張った。みんな、いいところで、尾形にも竹下を落としてくれたし、渡瀬もあの青木選手落としてくれたし、いや、なんかあのすごいあのチーム、純烈としての、チームとしての力がこの勝利なんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょう。さすがリーダー。ありがとうございます。言うことが違う。はい、青木さんごと落としたの多いっすよ。青木さん、うん、でも青木さん落とした方が有利じゃん。ああ、それは正解だな。おいさん、ね、助けてって言ったのに。いやいや、しょうがない。正解だ、落とした。正解だ、それは。正解だって。ああ、結果オーライだから。ああ、何か質問ありますか。あ、秋山選手、なんか最後リング上で竹下選手に何か話していたように見えたんですが。いやいや、もうね、あと3日まで何戦もないんで、思いっきり行こうぜと。ああ、まあ、別に彼と遺恨だなんだなんだないんでね、あのやっぱここは、まあ、キャリア関係なくぶつかり合って、俺そこに来てくれるお客さんにいいものを見せて、帰ってもらうと。まあまあそこに俺が最後勝ってるのが一番いいところですけどね。で、まあ、お互いにあの本当にいいものをね、最高のものを見せたいと。まあ、もちろん来てくれたお客さん、見てくれてるね、画面越しに見てくれてるお客さん、もうその全ての人、はい、ちくしょう。青木さんが言いながらもやられちゃった。負けたな。いや、間違えた。すいません。しょうがないな。試合の序盤で藤山にロックの返し方は青木さんが見せてくれたやん。まあ1回はね、ちょっと丸め込みに切り返してくれたけど、2発目があれすぐ腕ひしぎで返せるっていうのが隠したやんけ。あの確かに、おじさんが見せてくれたやんけ。ごめんなさい、ちょっと丸め込んじゃいました、癖で。いや、タケちゃんいきなり行かれたね。ちょっと情けない話、ちょっと何も油断してました。あそこは来ないだろうと、あのパターンはなかった。じっくり行こうって僕は思ってたんで。でも、もう僕はもうエクスプロイダーでかなり効いてたんで、何としてでも落とすことしかもう今日は考えなかったんですけど、ちょっとチームの勝ちに貢献できたのかどうかは、まあまあね、いやいやいや、まあ、あそこはもうお互い様よ。あれはもうお方には止められなかった我々も悪いし、すまない。いやいや、いや、まあ、青木さんももっと渡瀬バーン締め落としてくださいよ。あんな頭バーン蹴られて、顔じゃないよってバーン締め落とす。顔じゃないんだけどね、人がいいんだよな、こう見えても。人の良さが出てきた。青木さん、そんな人は、人は良くないでしょ。いや、人はいいですよ。マスか。人はいいですよ。人はいいよ。それはもう俺らの計算違いで待ってた。人はいいとは思えなかった。そう、だから渡瀬と、もうあの試合前に作戦立ててたんですよ。渡瀬と相性がいいんじゃないかって。ガツガツいって、もう締め落としちゃうんじゃないかっていう。食らわしてくれる。人が良かったんですね。人が良かった。一緒に、あの、玉川上水に沈んだよね。そうだね。ダメですよ。俺だけ生き残る気だったんで、玉川上水から。うん、ああ、オーバーザトップっていうルールは理解してました。はい。もちろん、はい、いや。トップロープから落ちたらダメなんですよ。ダメだね。最初にユーが教えてくれたよ。そうですね。教え、あの、分かんないかもしれないんで教えといたんです。オーバーザトップロープ。はい、今日イルミネーションっていうのも分かってるかどうか分かんなかったんで、ちゃんと教えといたんですけど。渡さん、はい、ちょっと作戦ミスっすね。いや、もう一回ちょっと、あの
まあ後楽園、後楽園もあるし、あの大阪大会では、あの順列じゃなくて、あのチーム選手と、チーム選手っていうのは、あの泉出身、秋山さんと岸和田出身の岸和田さん、めちゃめちゃ手強いよ、いける、うん、行きますよね。まあ、私は勝又君にお任せするつもりですけど先輩先輩やっぱり先輩、いや僕はもう後楽園にかけてる。ああ後楽園に、はい、俺と秋田さん後楽園、次前哨戦かけてるから最後大田区前最後の前哨戦、大阪頼むぞ、おってやるからね、岸和田さんに椅子で行ったってくれ、ボッコボコ行ってやるからな、行ったってくれ、絶対行かれる痛いです、笑うと膝が痛い、はい、歯医者に口なしですよ、はい、そうですね、ノーコメントやわ、喋りすぎたわ、ノーコメントだわ、ノーコメントやわ、ノーコメントだわ、やっとだ、やっとだ、一発返したじゃん、返しましたね、最後いろいろ吠えてましたけど、勝ったの我々ですね、見えてきたな、あいつのよ、おい、メッキがよボロボロ剥がれて、見えてきたな、おい、さすがですね、ダムネーションのよ、遠藤哲也じゃなくて、おい、はい、はい、哲也ちゃんが出てきたな、おい、はい、昨日、弱いよ、おい、はい、俺が塗ってやったメッキだからな、おい、剥がすのは簡単だ、おい、はい、はい、あいつな、俺を追い出して、おい、はい、はい、いい気になってたかもしんねえけど、おい、はい、所詮あいつの、脳みそは俺に支配されてんだ、なあ、またお前の脳みそも俺に支配されてるわ、そうですよ、全部ね、私の脳みそも作戦作ってもらいました、そうだろうな、その案があるからな、今もここにいんだよ、またそうですよ、呼ばれたらすぐ来ますよ、遠藤哲也、遠藤哲也、どうやらおい、立場は逆転してんじゃねえのか、おい、こっちがよ、おい、本物のダムネーションだよ、おい、俺たちがな、おい、井の水で、体洗って、作ってきたよ、おい、ダムネーションの心だな、あなた、下地が違いますね、下地が全然違うな、どうですか、やりやがったな、目が覚めますね、もうな、おい、俺はあいつのベルトを、おい、奪い去ってよ、おい、あいつを丸裸にして、火炙りにして、大和の糊を塗りたぐってやる、おい、そのことしか頭にね、お前らにはどう見えてんだ、おい、今日は何でも聞いていいぞ、おい、何でも答えてやる、またろ、うらぁ、誰も飲めるのか、遠藤選手 の、 あの変形のドライバーで初めて突き刺されましたが、あの威力というのはあんなのな、おい、一発食らえばな、孫まで、おい、かわし方を教えられる、なあ、山田、もちろんですよ、そのためにおい、わざと食らってやったんだ、なあ、山田、そうです、まあ確かにあれは結構効いたけどな、おい、一回食らったらよ、もう、効かねえからよ、ああいうのはな、おい、本番前には食らってやんだよ、あいつがな、仕掛けてくんだって、上がってんだよ、おい、あいつの脳みそは、俺が支配してるからな、おい、おい、リングでも言った通り、俺が一番分かってんだよ、佐々木に塗られたメッキ、剥がれたら何も残んねえよ、最後の一枚があの KOD のベルトだっていうことも分かってるよ、それ以上に俺は自分を変えたいんだ、自分を変えるために、自分を変えるために佐々木大輔を倒す、そして俺がこの俺が中心になって新しいダムネーションを作らないといけない、それが俺が人生を変えるために今必要なこと、俺が一番分かってんだよ、あんなやつに言われなくてもよ、ベルトとかそんなことどうでもいいんだよ、そんなもんちっちゃいもんでどうでもいいんだよ、俺は佐々木大輔に勝たなきゃいけない、佐々木大輔に勝って俺自身の
人生変えなきゃいけないんだよ。